川崎区。川崎区は、川崎市を構成する七行政区のうちの一つである。JR 東海道線の東側、海側の地域である。川崎市の東南端である多摩川の下流から河口に、かけての南側に位置し、全域が平地となっている。川崎市の七つの区の中で唯一海に面している。海側は梅立の造成が進んでおり、人工島の東、大木島や、 大木島もある。大木島は全域私有地であり、首都高速湾岸線を通行する場合を除いて、一般人の立ち入りはできない。区内の伊毛神社は7世紀半ばの金明天皇によって直岸所となり、平町、川崎大師は平安時代後期の1128年に創建されるなど、古くから神社、仏閣の門前町が整備されていたが、 都市の本格的な発展は、徳川家康が東海道の整備を行い、江戸時代初期の1623年に、東海道53時の宿場町として、正式に川崎塾を設置してからである。さらに1872年には、日本最初の鉄道として開業した、関節鉄道、現在の東海道本線に、川崎駅が設置され、川崎は、 東京と横浜をつなぐ交通支弁の地として急速な都市化を経験し、1924年の市政志向は現在の川崎区、その後の埋め立て地を除くと西隣の航空東部で行われた。1923年には関東大震災、1942年から1945年には第二次世界大戦による日本本土空襲で大きな被害を受けが、 その後も発展を続け、現在の市街地が形成された。現在も川崎駅前以外では、平坦な多摩川の川口平野城に戦前から形成された住宅地に建設された小建て住宅が多く、そこに小規模な工場が点在する商工混在地域が広がっている。その点では、 東海道本線や京急本線でつながる東京と大田区や横浜市鶴見区の臨海部と風情は似たものがあり、戦後の高度経済成長期に給料部での集合住宅建設が進められ、人口が急増しながらも一部では農地や緑地が残る川崎市北部、三山区、麻生区などとは異なる雰囲気がある。また、この高度経済成長期には、 大気汚染による川崎郊外が深刻となったこともあり、川崎区の人口は一時減少したが、近年では川崎駅から離れた京急大師線園成や東京都道、神奈川県道6号東京大師横浜線、産業道路沿いで建て売り住宅やマンションの建設が進んでおり、人口は今後も増えると予測できるため、学校や病院等の公共福祉関係の充実が、 課題となっている。この作業道路や、それとほぼ並行する、東海道貨物線の東側は広大な埋め立て地で、鉄鋼、機械、化学などの重化学工業の大規模工場が集約されている。京浜運河の対岸には、大扇島と東、大扇島の人工島が整備され、製鉄所や火力発電所が建設され、中央には、首都高速湾岸線が走る。 浮島町にある川崎浮島ジャンクションはこの湾岸線と東京湾アクアラインの接続点となり、さらに東京国際空港、羽田空港に川崎側で最も近い地点となっていため、羽田空港の神奈川口構想が検討されている。川崎駅東口には繁華街がある。第二次大戦による 空襲被害から復興した銀流街のアーケード商店街が広がり、1987年には地下街の川崎アゼリアやシネマコンプレックスのチネチッタが開業した。2002年の川崎ダイスやラチッタデラの開業で区内の商業機能はさらに強化され、幸い区になる川崎駅西口のラゾーナ川崎やソリッドスクエアとの競合関係を起こしながら、 川崎駅地域での商業集積を高めて、市内や近隣地域へ証券を拡大している。川崎駅東口の商店街から国道15号線、第1京浜を挟んだ東側にある、富士見公園には、かつての川崎球場であった、川崎踏み球技場や川崎競輪場、その北側には、川崎競馬場が1950年前後に整備され、競輪場と競馬場では、現在も、 公営競技のレースが開催されている。川崎区内には、川崎駅や川崎市役所など、市の中枢機能が集中し、人口は決して少なくはないが、沿岸部に広大な工業用埋め立て地を要するために、区の人口密度は高に比較して低い。この数十年の人口動態の変化と、東京、川崎、横浜、町田間の鉄道網の整備から、 川崎市の人口重心は川崎区から離れる傾向が続き、市内北部では、いわゆる川崎都民の増加が見られるため、川崎中間高速鉄道2012年度をもって廃止や川崎中間道路の整備、大支線の地下化などによる川崎市内の交通網整備と川崎区の活性化が構想されている。このうち川崎中間道路は川崎区内の一部が 首都高速神奈川6号川崎線として、川崎浮島ジャンクションから大市で入り口までが、すでに開通し、さらに西への延伸が検討されている。川崎区内では、一部の区域で、住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。なお、川崎市の町名の町名には、アラビア数字が広く使用されているため、町名欄は、アラビア数字で統一している。 現在では農家は存在しないが、大正時代は梨の一大産地だった。栽培は江戸時代初期から川崎大使河原の現在の出来のにて始まり、玉川を登るように市内全域まで栽培地は拡大していき、区発祥の品種長十郎は一時全国にまで、その栽培が普及した。しかし、大正以降の工業開発により、川崎区は 工業都市として発展していき、区内での果樹栽培は絶足する。長寿楼も後に、新品登場する香水や放水等の他品種の人気に押され、市場から姿を消すことになる。大正時代以降より、工場誘致を開始し、多摩川沿いには味の素、旧鈴木商店等の工場が建設された。また臨海部は、京浜工業地帯のようとなり、大規模な石油コンビナートや、 製鉄所、機械、電気等大規模工場や港湾物流の倉庫等が多数集積する。中でも JFE スチール QNKK 日本交換の製鉄所と石油、化学メーカーの施設が集中して立地する。東大城島と大城島は国が石油備蓄基地に指定している。また、川崎港を有しており、貿易や倉庫業務も発展している。 川崎駅周辺は、日本 IBM や富士通の関連会社など、情報サービス産業が集積している。川崎塾として栄えた川崎駅東口及び、京急川崎駅前は、市内の中心的な商業地であり、副業商業施設や飲食店、映画館などが集積する。また堀の内、南町には、ソープランド街があるほか、ピンクサロン、 法律上の建前は飲食店が点在する東田町を抱えるなど西風属産業が流盛している。また富士見には川崎競馬場、川崎競輪場があり、区内に二つの公営競技場を有しているというのも特徴的。平間寺、川崎大師周辺は観光業が発展しており、だるま島のお土産店が軒を連ねている。平間寺より独立しほど近くにある金山神社は、 精神校の残る神社で、江戸時代に、川崎塾のいい森所、少婦たちが、性病予けや、商売繁盛の願掛けを行っていた歴史持つ。特産、名産品、玉川対岸の東京都大田区に、羽田空港があり、神奈川口が検討されている。1969年に、川崎市電が全廃されてからは、京急大市線が通る。 国内北部を除く地域の公共交通機関がバス輸送に大きく依存している川崎駅東口には大規模なバスターミナルが整備され臨海部の工業地帯への通勤輸送と区内南西部の住宅地を対象とした生活輸送の双方でのターミナルとなっているまた一部のバス路線は鶴見駅へも運行されている複合商業施設 大型店舗、公営競技、ライブハウス映画館アミューズメントを楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。